はい、では、間もなくスーパーストリートファイター 2X 大会の方ですね、始めたいと思います。はい、はい、じゃあ準備できましたらね、一旦体制の方、終了していただきますようお願いします。あ、落ち着いたらでいいです。これはもう思いっきりやってください。体制の体中、最中にはさすがに止められないんで、男たちの熱き戦いは誰にも止められない的な感じで。熱すぎる、こんなん止めらんないかな。まあどうぞどうぞ、まだまだまだ、もう一ラウンドあります、もう一ラウンドあります、止められない、そんな熱き戦いを。絶対止めちゃいけないでしょ今の。はい、大会前の、前哨戦をご覧ください。前哨戦です、こんなん止められないです、止めたらゲーセン店員失格です、こんなの。なんでこんなシンプルなゲームなのにこんな熱いんすか。はい、じゃあ、はい、じゃあ形式決まりました。
はい、じゃあそんな感じでやってきますか。はい、では、2019年3月30日土曜日、仙台プレイランド FR スーパーストリートファイター 2X、総当たりキャラ自由2先大会やっていきたいと思います。はい、今日は4名によるご参加になります。よろしくお願いいたします。はい、キャラ自由ですが、先方キャラだけ僕に言ってください。はい、あとは、負けた方がキャラ変更 OK です。毎試合、どのキャラ使っても構いませんが、1回出したキャラは負けるまでキャラ変更を聞きませんので、先方キャラで勝った場合、使用上リセットないんでそのままやってもらう形になります。なのでね、自由にいっちゃってください。ただし、2回勝った方が、勝ちとなります。本当にベンダさんと対戦するとき、竜と剣使った、じゃあユッキーさんと対戦するとき、ホークとザンギ使った、でも全然 OK です。今日はキャラ自由で、2作勝負をねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では最初の試合がザキニックボーイ対ベンダでお願いいたします。はい、ではじゃんけん席決め、最初はグー、じゃんけんホイ。はい、じゃあどっちいきますか。 2P、 はい、じゃあザキニックボーイさんが 1P。はい、じゃあ先方聞きに行きますんでお待ちください。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、もう聞きました、大丈夫です。間違った、倒してください。そのまま、待って、そのまま待ってください、ちょうどよかった。はい、キャラ間違ったらしいんで、いいんじゃないですか。もうホンダの華麗なコンボを見せるベンダさんの腕の見せ所ランドもキャラ間違った時はこうやっと早いよみたいな感じで、さあカウントが、9秒で倒す、早い。さあこれを上回る人募集中みたいなはい、まあ、っていうのは冗談です。でも早いですね、さすが。はい、ではよろしくお願いいたします。 1P ザキニックボーイ X ホーク、対する 2P がベンダ、X ホンダ。さあということで本日も始まりました3月のスーパーストリートファイター2月例大会。今日は4名、参加となります。総当たり2先勝負、キャラは、自由。今日は固定ではなく あえて自由という、ルールにしました。なので、ザンギとホンダ当たっても、以下役日ですね、キャラ変えれば、一応なんとかなるよみたいな救済措置的な感じですね。さあしかし、すでにもうザキさんもベンダさんもどっちも今メインキャラなんで、多分ガチの2先この勝負に限ってはこの後のあれですね、ユッキーさんと僕はどうなるか分かんないですけど、さあどうなるかですね。さあ100巻落とし、対空使い分けてると素晴らしいですね。さあ飛びは大体頭突きで落ちるんですけど、コンドルダイバー合うとちょっとわけ分かんなくなっちゃうんで、そこで100巻みたいな、なんかそういう細かい読み合いだと思うんですけれども。さあ先に1本取ったのは 2P ベンダホンダ。さあもう東の横綱まであるベンダホンダ、最近なんか弟子ができたとかできないとか弟子なんだかなんだか分かんないけど、なんか相方ができたみたいな、なんかそんなのチラッと見た記憶が。おっと間に合った。さあここは100巻で逃げる、しかしジャンプジャック P 高め打点から、さあ大市を入れ込んでこれが通って切り返して、この体力差、最後はコンドルダイブに対ししっかり弱ずつきで対空。まず1本取ったのはベンダーホンダ、これでリーチ、弱ずつき相打ちですが、
さ、ジャクズツキは結構引きつけないといけないんですよね。出るまでが遅い。今日でも無敵はあるんですけれども、さあ通ってどうする。さあリバーサルでしっかり頭突きを出しているベンダホンダ。ジャッピー潰れて、さあしかしつらい、これはつらい。さあゲージが欲しいにもゲージがたまらない。そう、うまいからの下げて、あっと最後はしっかり百貫をリバーサルで出していたベンダホンダ。勝ったのはベンダさんです。はい、じゃあユッキーさんと僕、じゃあマイクは飲み会帰りのベンダさんに。飲み会帰りのベンダですけども、あのザキセンさん来るというので二次会を断って来ましたけれども、今日天気が悪くて残念ながらちょっと参加人数が少ないというところですかね。さあ、それでは、ユッキーさんと始末屋さんということで S フォークですね。まあ、ユッキーさん今年になってからですね S フォーク使っていて、1月2月の大会優勝してたんですかね。おそらく今月も優勝を狙って参加したことだろうというところですね。さあそして相手は天気がどうだろうが必ず店にいる始末屋龍ですね。展開は今のところ波動でなんとか押し返しているところと。さあちゃんと上を見ているこの男、今のところは始末屋龍がパーフェクトペースですけれども、フォークは一発があるから怖い。さあここで一発が来たけれども、さあ捕まえてここから掴みに行けるかというとちょっと遠いね。一回始末屋が追っ払ったが、この真空がガードしたらもう確定ですね。一本目は始末屋龍。さあて二本目、おお、このジャンプ台パンはね、そう特に反転が強いですね。そして足払い透かしたところにコンドルが入って、今度は逆にユッキーホークがペースを握っている。さあユッキーホーク T シャツに、 T シャツじゃないか、シャツに車もバイクも本気ですとなっているけれども、まあこれホークも本気ですね、この男はきっと。さあ体力はいやいや龍がリードしているところですか。波動でかなり警戒しているところ。ここからこれはハメが OK な前と、ここも入るけれどもリバサネ追っ放って、さあ真空はガード OK ですかね。そしてこの立ち中継の判定が強い。早めに出すとこの立ち中継っていうのがかなり前方に判定が強くてやられ判定がないので一本勝ちできることが多いですね。ホンダの蹴りなんかもこれでよく潰されるものです。さあ気を取り直して2セット目、ちゃんと上は見てますね。島津谷さん基本的に上はきちんと見ているので上に意識はいってるというところで、いかにこう地上戦でですね横から圧力をかけていくかっていうのが大事。また上をちゃんと見ていると、なかなかやっぱりこうバレバレのコンドルは通用しませんよというところですかね。さあ今度は昇竜じゃないけど、あ今度は中昇竜、まあ多分これはボタン複数押した感じですかね。ガードされると怖いんだけれどもね、島津さんたまにこう大昇竜透かしたりガードされたりすることがあるんで、そこに隙があったりするけれども、今はうまくヒットした。今の昇竜は角は難しいかな。いやちゃんと見てる。さあユッキーさんこれ落とせないですね。かなり上は見ているのでコンドルダイブもちゃんと見ないといけないところ。さあ一回はめたが、これでハメが届く場合、次はどうか、届いた。今のはひねりなしの台風3連発ですね。これやられるとさすがにもう竜もダメです。さあ1本通りました。さあマリオパンチ、これが減る。さあ今度は始末屋竜が、あーこれちょうど中キックのまま透かしたところで台風を入れた。今のはいいですね。
しかし再度引き離される。あと一発のとこまで追い詰められてしまった。おお、ダイゴスから投げ、ちょうど投げ間合いのところにダイゴスが着地して投げたというところですかね。この試合は島津屋龍がストレート 2-0 で勝利しましたね。さて今日は人数が少ないのでかなり展開の早い、展開が早いですね。島津屋さんがせかせか動いている。じゃあ次がですね、じゃあ俺連戦でやりますか。俺でじゃあザキさんと僕でやりましょう。ちょっと僕が連戦した方がいい。というわけで次は、ザキニックボーイと島津屋さんですね。まあ、ザキニックボーイとかっていう名前自体は初めてだけども、まあ、正体はあの方ですね。まあ去年フォックスで僕とチームを組んだあの方です。さてキャラ決まりました。それでは3試合目、ザキニックボーイ対島津屋龍ですかね。はい、エクソーク、まあもちろんこの名前自体はですね、あの有名なザンギの方をもじっているものですからと言いつつも、キャラはザンギではなくてエックスホークと、そしてよく見えないめくりからピオらせてあっという間に82秒で終わってしまいました。ザキックボーイが1本、これは減る、台形減る、足払い隙大きいけれどもちゃんと当たると。この足払いかなりこう S フォークと X フォークで隙が違うのでね、 X フォークなかなかこうリスキーなところはあるんですけれども、今のところちゃんと当ててると。ここははめいけない間合いでしたね、ザキニックボーイ的には。さあ体力的には厳しいけれども、今度は中継が通用しない。そしてはめの間合いは難しいと思ってたら、なぜか中小竜だし、しかもリバサでもないというなかなか中途半端なところで一本決めました、島津屋竜。さあ3ラウンド目、最初は開幕のファイヤー波動でこかして、なんとかこっち来んなということで、いつものように波動でオンパラウト。さあ中パンダのショーパンを警戒しながら、警戒してはいるが、なかなか端っこには追い詰められつつあるところですね。これ一発食らうと怖いんだが、さあ亀はいかなかった。しかしこれ一回台風食らったりこけたりするともう終わる間合いですね。こけた、さあまあ届くか、ちょっと遠かった、ちょっと小パンが遠かったですね。真空はナイスガード、まだありますよ、時間がただ少ない。さあ近づいたが波動食らってしまう。さあここはもう波動ガードできない、しかも時間がないが、ガッガッガーと1秒足りない。島津屋龍逃げ勝ちましたね。今のこれもう時間ないということで、島津屋龍もう強気で出せるもんならスパコン出してみろというところでしたが、惜しかった、時間管理難しいですね。2セット目、前足の隙に中足が入りましたね。さあ近づいたがちょっと今はめに行きづらかった、こっからはめる。さあザキセンさん、まあ、あのザキニックボーイさんですけれども、アニコレではかなりブイブイ言わしておりますから、こう実機はまた若干ラグの差があるので、ハメ命のフォークにとってはですね、このラグの差をどう見るかと言ってたら、今のはハメをあからさまに失敗してしまった感じでしたね。そして隙が出たところに3段決めて、島津屋龍がリーチをかけました。今度はコンドルでちゃんと隙をつくと、なかなかハメに出ない、これがニコレとのラグの差なのか、パイク出ない、ちゃんと上を見てるんですよね。島津屋さん上をちゃんと見ているので、いかにこう相手の意識が上から外れたところで飛びを通すかっていうのが大事ですね。なんと今謎の中小リーだけれども、ちょっと返すには遠い間合いでしたね。あー、ただこれ相打ちだったけれども、ちょっと島津屋龍の体力が残っていたと。
ということで島津田龍が2勝目ですかね。島津田龍これあのベンダーに勝ってしまうとこのまま優勝というまた牽引が空気を読まずに優勝してしまうという変な展開になってしまうのでぜひこれはベンダーに頑張っていただきたいところと。これそしてあれですね、ベンダさん勝たないと俺がその優勝リーチ完全確実になっちゃうって、しかもベンダさん次の試合ユッキーさんでさっきあの大会前にやってたあのの試合の再現ですね。さあ今日はどっちが強いか選手権やっていきましょう。ベンダ対ユッキー、あゆっくり決めてください。ゆっくりいきます。あーちょっと早くない、キャラ決め、キャラ聞いてないよ。はい再現です。はい先ほどの試合の再現です。熱いですね。0秒まで決着がつかない、わからない、さっきやってた組み合わせです。はいでは 1P ユッキー S ホーク 2P ベンダ X ソンダ、こんなにシンプルなゲームなのにこんなに分かりやすくてしかもいい勝負する、これがスト2出てもう25周年でしたっけ、も今年すごいですね。さあまだこんな勝負ができるぞと、こんな東北の僻地でこんないい勝負で見られちゃうと。さあどっちが今日強いか皆さん予想しましょう。見てる人二作勝負、あゆちの試合は先ほどまで0秒までわからない、5秒前までマジでわからない、そんな組み合わせが多かった。さあまだわかりません。うわー来た来たー、これがこの2人のいい勝負なんなんですかねこれ。さあ1本取ったのはユッキーソーク、開幕これなんですけど、開幕終わり際20秒ぐらいにはもうすごい勝負なんですよね。さあここは一発コパーティタオル投げ前外になりましたね多分。さあここからさあ行き過ぎた、着率当てて体力リードが本田。さあここは体力負けてるのでここはまくっていくための勝利打っていったか当たらず、おっと逆タクで返して、うおっ上取ってどうだ、だーっと裏回りから台風、このラウンドは一気に決めていった 1P ユッキー S ホーク。さあこれはまずい流れ、さあ店員としてこのこういうことを言うのもなんなんですけど、僕ここ2ヶ月ぐらい大会ユッキーさんに負けてたんですよね。だからちょっとやっぱ悔しくて考えてはきたんですけれども、さあでもやっぱりおっと足払いから、おおめくり鼻からのここは頭突きで、さあ読んでいたガードしている、うわーおっもう何言ったらいいか分からなくておーしか言えませんからね。さあこれはどうなる、まだ分かんないですよ。でもこれあと最後は打っていった、しかしこれをベンダさんが見逃すわけもなく頭突きでまず一本選手、まあ、ほんと悔しかったんですよね。だからちょっと今日はユッキーさん来たら思いっきりやりたいなと思ったんですけど、こういう今日キャラ自由というルールを一応設けたんですけれども、しっかりメインで来てくれたユッキーさん本当大好き、負けても勝ってもねこういう気持ちいい勝負ができる重要です。さあジャンプタイプ強い、振り方がうまい、そして体力リード、倒しに行くと大変なことになる可能性もあるのでここは時間を使っていく、しかしゆっくりと近づいてきている、しかしコンドルダイブ高め打点からは強頭突きが確定してしまう。さあ現状リードは ホークだが19秒まだあるぞ、うおっと当たってからのここは打っていったがさすがに、さあこれでユッキー S ホークリーチ、しかしどうなるかファイナルラウンド、頭突き、さあこれは高め打点ではなかったので結構これ距離怪しいとリバーサルでトマホーク着地に間に合ったりするんで
結構難しいですね、ここの判断。もう2人しか分かんないと思うんですけど、そのタイミングに関しては。さあ、捕まったー、うわっからの、うわっと、はい、ここはまだとどめを刺しに行かない。あっと、最後はここでコンドルダイブ。勝ったのはワンピーユキエソグ。いい勝負でした。ということで、もう絶対 2-0 にしかならないこの組み合わせ。はい、じゃあ先に、ザキさんとユッキーさんやりましょう。はい、じゃあキャラの方は聞いております。そのまま始めてください。さあ、結局キャラ自由といって誰もキャラ変更するやついない。みんな今日ガチでやりたかった。さあ、 1P が、ユッキエソーク、 2P ザキニックボーイ。さあ、タイプの違うキャラが地味に違う。消費がないけど通常技が強いのがエソーク。さあ、その代わり一発逆転性が非常に強い。さあ、それがエクソーク。主に、違うところがじゃボディープレイスの、判定、立ち体系の判定、僕知ってるのその辺ですね。一番メジャーなとこ。あと細かいところ多分違うんですけど、ちょっとそれは分かんないです。あとトマホークが多分上昇中無敵か根元無敵かの違いですかね。 S ソークは確か上昇中無敵だったと思うんですけど、ちょっとこの辺怪しいです。さあ、引っかかって、さあ逆タク、さあもう一回仕掛けていったが、これは体力差がつらい。ジャンプジャック P で最後はバリアを張って、あれバリアですから、ね、出てしまえばほぼ相打ち。さあ、1本取ったのは 1P ユッキー、 S ホーク。さあ、コンドロダイバー当たって、さあここは駒投げ先に S ホーク側が勝っている。さあ、しかし5番で固めていこうと思ったが、さあこの高度な読み合い、投げられるのかそれとも暴れてくるのか、投げるか暴れるか、このお互いの読み合いが非常に熱い。さあ、今度当たって、こういうダウン取ったところが一番怖い。とっさの攻撃でダウンを取られた瞬間、そしてこの瞬間めくり確定から、おっとミスか、上通して通らず、最後はもうまだあるぞ、めくりからもう一回、どっと最後はコンドルダイブじゃなくてトマホークバスター。さあ、取り返したザキニックボーイ。もう密着した瞬間もう分かんないですからね、ほんと。投げるか、トマホークが出るか。足払い、相打ち。しかし、通常威力も確か S ソーク若干高かったのかな、確か記憶です。これも怪しいです。中 P で対空渋い。ジャンプジャック P で対空渋い。さあ、投げて、コンドルダイブ。全然ありますよ、これ。目の前着地から、しかし中継からそのまま台風決めていったのはユッキーソーク。ということでユッキーさんがまず1勝。ユッキーさん勝つと優勝戦線のお残りです。さあ、まず先に固めていったのはユッキーソークと台風1回決めて体力を一気に6割ほど奪っていく。足払い当たって、さあ上は、さあ割り込みで落とす。さあ、しかし中継から台風、しかし投げていたのは S ホーク側。さあ、これでユッキーさんリーチ。わっと、あ、でもどっちもどっちですね。今上昇中無敵だけだったら S ソーク側が勝ってるから、多分こう性能変わらず的な感じでしょうか。さあ、そんなこと言ってる間にまずいぞ。あー、やっちゃった。勝ったのはユッキーソークということで、ユッキーさん2勝1敗でリーグ終了。2勝1敗です。
でザキさんがまた来月頑張りましょう的な感じですね。はい、じゃあ最後、ベンダ本田対シマツヤ、あ、ベンダさんというお礼ですけど、これおさらいすると、特殊点差に関して今日何も言ってないんで、特殊点差はないとこない方向で考えます。で、ベンダさん勝つと2勝1敗、俺負けて2勝1敗で、ユッキーさんも2勝1敗なんで、あのこうなっちゃった場合は共演戦やりましょう3人で。はい、あの2勝1敗で勝っても1勝2敗、あの2勝0敗で勝ってもそれはあの変わらずとします。特殊点差なしで今日やります。あの最初に言ってなかったんで。なので、じゃあそんな感じでやっていきましょう。僕勝ったらそのまま優勝、ベンダさん勝ったらあの共演戦、そんな感じでやっていきましょう。喋れる人いますか誰か喋れる人いねえかな。あ、いねえやいないです。じゃあサイレントでいきましょう。はい、ではリーグ戦最後の試合、始末やり歌い、あ、ちょっと待ってキャラ、あ、そうだ、じゃあちょっとあのザキさんにちょっと僕のキャラとあのベンダさんのキャラ聞いてもらいました。はい、これでやらせなしです。はい、ではは、い、では、はい、じゃあ決まりましたね。じゃあ僕のキャラも、ザキさんに伝えてあります。じゃあ組み合わせ、始末やり対ベンダホンダやっていきましょう。
ということで、本日の X 大会優勝天使松屋です。皆さんありがとうございましたありがとうございました。はい、ということで今日は大雪の中、お足元の悪い中ご来店いただきまして誠にありがとうございました。この後、対戦ね、やってってください。僕もちょっと参加しながらやりますんで今日はよろしくお願いしますということで大会、X 大会の方は以上をもちまして終了となります。ご参加誠にありがとうございました。はい、じゃあ設定終わりました。こっちの台が対戦、配信垂れ流しで的な感じになりますんでよろしくお願いします。
Round 1, fight!
い。
Round one, fight!
Thank you.
Round one, fight!
ない。Okay.